いやー、悔しかったですね、ワールドカップ。ワールドカップ決勝トーナメントの1回戦でベルギーに敗退しちゃいましてね。はい。もう日本代表の梅雨が終わっちゃいました。あ、そういう言い方するのね。はい。あの、高校野球の夏が終わるみたいな言い方にするのね。日本代表の梅雨が終わっちゃいました。言ってる人いないけどね。まあでもね、夢見させてもらいましたよ。まあ、あの時間帯の中継にも関わらずですね、視聴率がすごかったらしいですね。視聴率。あのベルギー戦がロシア時間の午後9時でしょ？うん。あの、正直眠かったですけどね。しかもほら、ね、我々次の日、あの、運悪くロシア時間の午前4時から仕事だったでしょ。日本時間で言えよな。ロシア時間で言うんだろうな。ピンとこないでしょ、あんまり。まあでも日本代表途中まで良かったんですけどね。はい、あの後半に入ってすぐ、原口元気選手の先制点素晴らしかったですね。ねえ。なんと言ってもですね、あれシュート打つ前のフェイントがね、あれが上手かったんですよ。うまいですよ。山田くん、座布団1枚差し上げて。いや、そういううまさじゃないでしょうね。うまい。うまいこと言ったわけじゃないからね。そして2点目となった乾選手のミドルシュート、あれもね、見事でしたよね。正直ね、あそこで勝ったと思っちゃいましたよね。うん、その後、ベルギーの猛攻で同点に追いつかれて、2対2で迎えてアディショナルタイムね、うん、残りわずか1分のところで、ベルギーのすごいカウンターで点決められちゃいましたよね。ね、確かにあれを止めてれば同点のままでしたけど、あれはいくら川島選手でも止められないと思うんですよ。うん、仕方がないですね。山田くん、川島の座布団全部持ってって。いや、厳しいな。そんなに取り上げちゃうね、川島さん頑張ったでしょうね。そして木曜日戦いを終えた西のジャパンが帰国をしましたけど、報道陣、ファン合わせて約1000人が出迎えたそうですね。それだけね、国民に感動を与えたということですよ。僕もめちゃくちゃ感動しましたからね。本当は行きたかったんですよ。ただ西野監督の家知らなかったんで。成田空港でいいんだよな。はい、西野さんの家の前集まったわけじゃない。都内ですかね。迷惑だからやめて、それは。とにかく日本代表メンバー23人とね、西野監督、お疲れ様でした。うん、山田くん、座布団24枚持ってきて。いや、全部ね。一度に全部持ってきて。全員分。一度に全部大変だろ、山田さんも。まあ今回日本はまたしてもベスト16の壁を越えることはできなかったんですけどね。うん、日本のサッカーは確実に進化してますからね。お4年後は期待しましょうよ。だって日本がベスト8に残るとこ見たくないですか？一度でいいから見てみたい。いや、女房がへそくり隠すとこみたいに言うな。いや、ちょいちょい歌丸師匠出してくんな。歌丸師匠ね、今週お亡くなりになりましたけど。いや、本当我々は歌丸師匠にお世話になりましたから。そうですよ。この番組にもゲストで来ていただきましたしね。だから恩返しじゃないんですけど、僕が師匠の意思を受け継いでいきたいと思います。あ、まあ、それはね、はい、いいことだと思いますけど。俺絶対にアキラ 100% の芸認めないです。いや、そこ受け継がなくていいから別に。いや、師匠、歌丸師匠、あの芸に関しては苦言呈してましたけど。山田くん、アキラのお盆1枚持ってって。いや、丸出しになっちゃうだろう。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。ラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。おはようございます、ナイツの土屋です。おはようございます、ナイツの花輪です。あの、最近住んでみたいなっていう素敵なね、街を見つけたんですけど、ZOZO タウンって知ってますかね？街じゃないですけど。はい。いや、知ってますよ、ZOZO タウン。ZOZO タウンですよ。あれ、ファッション通販サイトですからね。ゴーリキアナメさんとね、交際して球団を持ちたいと発言するなどね。まあまあ。何かと話題の前澤社長のことね、ちょっと今日は前澤社長のことをインターネットで ZOZO ってきたので紹介させていただきます。ググってきたみたいに言うんだな。はい。何 ZOZO ってきた？今この人 ZOZO らずに、誰を ZOZO るんでしょうか？ZOZO るんだったらその人でしょうけど。ZOZO らせてくださいよ。ゾゾルって何？そもそも。1975年、前澤は千葉県で生まれます。1993年、学生時代にインディーズバンドを結成し、ドラムを担当。前澤ね、そんなことやってたんですね。呼び捨てよくないな。呼び捨ては良くないんじゃない？会ったことない人に対して。そして、1998年、有限会社、スタートトゥデイを設立し、前澤さんは代表取締役になり、2004年、前澤様は、ZOZO タウンの運営に、を始められない。偉くなるにつれてさ、敬語使うようになってない？さんとか様とかなんか、出世させんのやめて勝手に。そして2017年には日本長者番付14位に、すごいですよ社長、お金ください。いや、もう露骨だな。もう媚びを振るレベルじゃないですから。もう直接お金くださいって言っちゃったよ、もう。神様お金ください。神様になっちゃったよな。社長でいいだろ、そこは。そんな前澤社長ですけどね、今年交際が発覚してからね、またさらに注目されるんですよね。うん、だってお相手があの日本一可愛いパン屋さん、ゴーリキアヤメさんですか。パン屋さんじゃねえよな。
いや、ランチパックの CM やってるけど、ずっと。女優さんね、うん。お互い交際は認めてますけどね。結構なんか世間からバッシングされてるみたいなんですよ。そうですね。僕はね、最高のカップルだと思うんですよ。うん、いや、最高だろ、そこはな。最高だな。元カノの名前ちょっと出すな、そこで。でも最初にした時にはね、意外だなと思いましたよ。うん、だってこの二人、ダンスの実力差がすごいじゃないですか。いや、そこ誰も思ってないよな。年齢差でしょ、大体言われる。実力差。ダンスの腕前知らないし、前澤社長の。この二人に関してはまあね、バッシングが多いですよね、なんか。まあ女優なのにインスタグラムに交際を堂々と書き込んだりしているところにね、批判の声がたくさん上がってるんですよね。あ、なんかね、一緒にロシアに行ってワールドカップ観戦した写真とかでしょ。まあ喜ばしいことだと思うんですけどね、うん。だって友達より大事なね、人が見つかったわけですから。友達より大事な人。うん、確かあの、剛力彩芽さんのデビュー曲ですよね、それね、友達より大事な人。まあ批判してる人に対してはね、うん、あなたの100の嫌いなところをね、言ってやりたいと思ってるでしょうけどね。うん、セカンドシングル、あなたの100の嫌いなところだけにね。まあ、それでも好きなんでしょうけどね。うん、悔しいけど大事な人でしょうからね。うん、サードシングル、悔しいけど大事な人だけに。やたら詳しいな。なんか知んねえけど、ゴーリキさんやたら調べてきてんだ、はい、こいつ。あの、ゴーリキさんのこともゴリペディアで調べてきて。ゴリペディアってなんだよな。ゴリってますから。ゴーリキさんのゴリを取るなな。ゴリってるって。というわけで僕もね、これからもね、ダルビッシュ有夫妻を応援したいと思います。元カノのさらに元旦那だよ。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。ラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。おはようございます、ナイツの土屋です。おはようございます、ナイツの花輪です。まあ、今週はね、毎日ニュースであっちゃんを見ましたね。あっちゃん、ね、もうあっちゃんが日本を動かしてると言っても過言じゃないですよね。まあそうかもしれませんね、うんうん、9月に総裁選を控える中ね、自民党の杉田議員の問題発言でね、あっちゃん大変そうだなと思ってますけどね。安倍首相でしょうね。あっちゃん大変そうだな、うん、確かに日本を動かしている安倍さんのことあっちゃんって言ってる人いないですよ、うん、ごめんなさい、あの、国民的人気者のあっちゃんの話をね、そうそうそう、そっちでね、お願いします、うん、9月に引退するあっちゃんがね、うん、世界の果てまで行ってきゅうで、あの、ファンとしてすごい有名な妹と共演してね、話題になりましたよね。安室ちゃんをあっちゃんって言うなな。あっちゃんじゃないですか、あれ。あっちゃんじゃないでしょうね。うん、めでたいあっちゃんの話なんですけど、サッカー日本代表の監督を務めたあっちゃんが、エジプト代表の新監督に就任しましたね。おめでとう、あっちゃん。多分、アギーレ監督のことかな。うん、あっちゃんちがいつまで続くんですか。あっちゃんいっぱいいますからね。昨日の剛力あっちゃんのインスタグラム見ました。剛力あっちゃんつったやつもね。もう剛力あやめのことでしょ、完全に。剛力あっちゃん。剛力はつくんだ、あっちゃん。ね。それにしても話題の人物みんなあがつく人多いですね。はいはいはい。いい加減、前田敦子さんの結婚の話をしてくださいね。元 AKB48 のあっちゃんがね、結婚しましたけど、もうお相手がね、俳優の、ごめんなさい、あの、読み方がちょっとわかんないんですよ。ああ、そう、難しいかな。活字でしか読んでないから、ね、ちょっと口にしようとすると。偶然にも活字で合ってんだけどね。活字でしか読んでない。活字亮さんね。ああ、活字亮ね。活字亮さん。はい、あの、お二人、お知らせにしてください。やっちゃんの本編、あっさりしてるな。内容薄いだろう。いや、そんなことよりもですね、日本ボクシング連盟の内紛が大変なことになってますよ。ああ、そうですね。あの、山根会長に対して333人が告発状を提出しましてね。あの、金メダリストの村田亮太選手も SNS で潔くやめましょう。悪しき古き人間たちってね、青空球児賞を批判してましたけどね。関係ないだろうな。なんで漫才協会に対して批判すんだ、漫才協会会長のね、青空球児を。いや、その会長じゃないです、絶対。村田さんが言うのは。告発状に書かれていたのは、助成金の不正流用とかです。リオオリンピックに出場した成松選手に対して交付された助成金を山根会長が他の2選手と3等分させたというね、件ですよ。これは辛いですよね。僕も漫才のギャラをね、不正に2等分されてるから気持ちすごいわかる。俺のことかな、はい。不正でもらってるみたいに言うんだもん。正当な分け方だよ、普通に。あの、山根会長と同じく、奈良出身の選手が判定で勝ちやすいという奈良判定。これ本当かなと思ってね、結構俺見たんですよ、たくさん試合を。あ、そうなんだ。ボクシングあんま詳しくないから、見てもどっちが分かってるか正直よく分かんないんですよね。まあ、実際そうかもしんないね、はい、うん。でも一つだけ言えることは、負けていたアビコの選手、僕の判定では全部勝ってましたよね。アビコ判定してる。はい。アビコふるさと大使だけど、アビコ判定しないで。千葉県アビコ市の選手みんな勝ってましたけどね。アビコ対奈良とかじゃないからね。アビコ判定。はい。別にね。あと昨日ね、山根会長がスッキリに生出演しました。あ、そうね。疑惑に対しては全て否定してましたけどね。本当なんですかね、山根明会長。あ、山根あっちゃんでした。いや、山根会長もあっちゃんなのか。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。
ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。台風14号が沖縄に接近しているみたいですね。そうですね。ちょっと前まで13号がね、大雨、暴風をもたらしていましたからね。いや、ちょっと心配ですね、ほんとね。その何日か前もね、12号がすごかったでしょ？12号はそうでしたっけ？逆転スリーランですよ。大谷、とんでもないですね。大谷の話ね。12号からはホームランのことになってたの、急に。それから11号、あれもニュースになりましたからね。それどっちのことなんだろうな。確か10号と2打席連続でしたからね。やっぱりね。大谷選手ね、自身メジャー初となる1試合2本塁打のあの日でしょ。とんでもない台風でしたよね。どっちなんだよな。もう大谷、打席って言ってたけどね、完全に。そんな中、日本盛り上がってますよ。全国高校野球選手権大会、いわゆるチアランがね、開幕したわけですけど。いや、チアダンスメインじゃないですよ、多分。いわゆる甲子園ね。甲子園ですね。TBS ドラマやってるけど今。今回の甲子園はね、100回の記念大会ということで、はい、甲子園で活躍した元球児によるレジェンド始球式っていうのが行われてますね。すごいよね。これみんな楽しみなんですよ。豪華ですよ。なんか TIM のゴルゴさんとかね、TIM のレッドさんとか、ジャングルポケットの斉藤君とか。一人も投げてないわな、芸人は。いや、みんな甲子園を経験してる芸人さんですけどね。あと、坂東英二さんね。芸人みたいに言うな。坂東さんは本当に出るんだよ。坂東英二さんね。本当のレジェンドだから、坂東さんオチみたいに使わないでください。そのレジェンド始球式ですけどね、開幕日にはあの星稜高校の松井秀喜さんが投げましたから、ね、あんなすごい始球式俺初めて見たかもしれませんよ。よね、だって投げ終わった後中学生たちが集まってもみくちゃになってました。稲村亜美だろそれはな。ちょっと前に話題になったやつでしょそれ。神スイングで一気に話題になりましたからね。びっくりしたでしょ。だってあんな可愛い顔した子ね、プロ顔負けのスイングするわけですから。いやそうですけど、神スイングね、完全に稲村亜美ちゃんの話になっちゃってるから。みんながあのねスイングを期待する中、明徳義塾が取った5打席連続敬遠。いや松井の話戻ってたのかな。松井のこと可愛い顔したこと思ってたのかな。いやもう、どっちか揺さぶるのやめてくんない？それにしてもね、高校野球毎日見てますけど、面白い試合が多いですよね。ね、熱戦です。昨日もずっと見てましたから、勝った奈良大附属高校のね、球児たちが言ってたそうですよ。そうです。山根会長のおかげですよ。いや、奈良判定じゃねえよ、それは。ちゃんと得点で勝ってるだろ、いい加減にしろ。土曜ワイド、ラジオ東京。ナイツの、チャキチャキ大放送。夏、徳島、阿波踊といって最初に思い浮かぶものといえばね、阿波踊りじゃないですか。でしょうね。はい、阿波踊まで言ってたんでね。はい、ヒントがすごいから。まあまあ確かにちょっと話題になりましたね、阿波踊り。徳島市の阿波踊りといえばね、はい、日本三大阿波踊りの一つとして有名な阿波踊りということでね、うん、踊る野方に見る野方でおなじみ。阿波みたいに言うなな。あなた関わってないでしょ別に、まあ、ヤホーって。今年の徳島市の阿波踊りはね、市を中心とした実行委員会と踊り手の団体が対立しましてね、まあ、混乱した中での開幕となってしまいました。確かに、毎日阿波踊りのフィナーレとして1500人以上が一斉に踊る総踊りを市がね、中止するって発表したんですよね。市の実行委員会はね、総踊りが行われる一つの演舞場だけに観客が集中するため、他の会場に踊り手のグループを分散させることで、チケットの売り上げを伸ばそうという狙いでね、総踊りを中止したそうですけど。しかし、踊り手グループはふざけんなっていうことでね、まあ、その総踊りを強行しました。はい。いや、楽しかったな。昔からね、こういう喧嘩祭り大好きなんですよ。意味が違うよな。喧嘩祭りっていうのは、そう、みこしとかぶつかり合い、ぶつけ合ったりするやつでしょ、嫌でしょ、その大人のリアルな喧嘩祭りは。あとね、夏。うん、山口県、奇跡の救出といえばね、うん、あの山口県の奇跡の救出ですよね。言ってるけどね、もう、まんま。山口県の奇跡の救出しかないからね、それはね。山口県、まあ、ですあれは周防大島町で行方不明になっていた2歳の男の子が3日ぶりに発見されましたね。うん、ね、もう毎日ニュースで見てましてね、うん、もう同じ2歳の子を持つ親として気が気じゃなかったですけどね。本当安心しましたね。いや本当にそうですよね。まあお母さんにも会えてね、今ではべったりと甘えているということで ね、もう親子感動の再会ですよ。そうですよ。いわゆる大塚家具状態とでも言いましょうか。いや真逆だろうな。いや今仲悪い親子の代表みたいな感じだから、うん、ね、まあ、いつか感動の再会するかもしんないけど、べったり甘えたりはしないでしょ、多分。今回男の子を発見したのがボランティアの小畑さん78歳ですよ。はい。もう一躍国民的ヒーローになりましたね、小畑のおじいさん。いや、小畑のお兄さんみたいに言うな。
お母さんですらね、正直生きて会えると思わなかったって言ってたようにね、うん、諦めかけていた中、一切諦めてなかったのは、あの、小畑さんと、まやみきさんと、八代優さんと、清水美智子さんぐらいじゃないですか。まやみきさんの諦めないでの、その CM でしょね、うん、あとそれ以降はそのモノマネをしている人たちだから。でも今回のニュースを受けましてね、他人事じゃないなって思いましたよ。家に帰るまでちゃんと手を繋いで目を離さないようにしないとダメですよね。確かに、僕たちも今日から早速分担してやりましょうよ。分担ってどういうことですか？僕がおぼんこぼん師匠とナンセンス師匠送って帰るから、土屋くんは。いや、子供じゃなくて師匠たちをかよ。いい加減にしろ。どうも、ありがとうございました。土曜ワイド、ラジオ東京。ナイツの、チャキチャキ大放送。夏の甲子園が閉幕しましたけどね。はい。大阪桐蔭高校が優勝しましてね。うん、春夏連覇を達成しました。すごい。まあ、僕は決勝の時にですね、テレビで NHK の番組を見ていたんですよね。はい。そしたら、ニュース速報が流れましてね。うん、大阪桐蔭優勝っていうのが出まして、うん、いや、マジすげえと思っちゃいましたね。うん、いや、それ NHK でやったのが高校野球でしょ、だから。はい。試合見てたんじゃないのね。いや、大阪桐蔭強かったですね。圧勝ですよ。本当にね。しかも史上初2回目の春夏連覇ですよ、うん、にもかかわらずですね、世間的に注目されているのは決勝で敗れた秋田県の金足農業高校ね、うん、略して金農の方ですよね。確かにね、うん、甲子園終わった後もニュースでは金農のことばっかり言ってますもんね。正直僕もね、決勝戦の見方が大阪桐蔭が連覇するのかじゃなくて、うん、金農が栄光をつかむのか、うん、略して金農栄光でしたからね。無理やり無理やりそっちに略さなくていいんですよ。金農栄光、今日この後ゲスト来ますけど、まあ、今回の甲子園ね、途中から金足農業を応援してましたけど、はい、最後はね、自分が金農のチームメイトになんじゃないかなっていうぐらい入れ込んで試合に臨んでました。すごいね、そんなに入れ込んでたの。あの試合ね、寄せの楽屋で観戦したんですけど、はい、負けた後帰りにね、テレビの縁の埃を袋に詰めて持って帰りました。甲子園の土みたいなこと？はい。やめた方がいいよ、それ。汚いし、何の価値もないから、それは。あ、でも、金の秋田県勢として103年ぶりに決勝に進出したわけなんですけどね。はい。まあ、それを受けまして、秋田県出身の芸能人のね、エールのコメントが相次ぎましたね。そうですね。小島だよっておなじみの佐々木希さんですね。いや、回りくどいけどね、だいぶ。うん、あと、アンジャッシュ小島さんの相方渡部さんの奥さんって言わないです、それは。あと、その佐々木希さんはね、秋田弁でコメントしてるらしいんですよね。はい、知ったげ、かっこよかった。まんずゆっくり休んでいけるなってね、うん、ちょっと全く意味わからないんですけども。全くではないでしょうね。なんとなくはわかるじゃん。またとてもかっこよかった、ゆっくり休んでねってことでしょ、それは。あと、秋田県で有名な柳葉敏郎さんもね、良い夢を見させてもらいました、ありがとう、そしてお疲れ様でしたってコメントをしてましたね。全く意味わかんないんですよ、ね。じゃあなんでだよな。そっちはわかるで、標準語なんだから。でも、ね、高校球児が日本中に感動を与えてくれた中ね、うん、おい、アジア大会のバスケット選手たちよ、怒ってますね。なんだよ。バスケットボール男子日本代表4選手ね、公式ウェアで歓楽街を訪れて不適切な行為をした、あの問題ですよね。おいおいおい、どこにダンクシュート決めてんだよ。おい、深夜のワンワンワンやめろよ。おいおい、ボールじゃなくて何を左手に添えて、いいだろな、触ってんだよ。おい、エロい例えいっぱい出てくるの朝から。お前が一番喜んでんじゃねえかな。でもね、やっぱ一番すごいのは池江璃花子でしょうね。そうですね。金メダル取りまくってますから。すごいです。まだ18歳ですよ、彼女。ね、普段はね、普通に可愛らしい顔した女の子じゃないですか。はい、今後期待しちゃいますよね。40年後が楽しみですよ。いや、熟女としてかよな。2年後の東京オリンピックじゃねえのか、いい加減にしろ。どうもありがとうございました。ラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。